日本海にほど近い兵庫県北部の人里離れた山の中にある安泰寺。およそ50年前、修行に集中できる環境を求めて京都市内からこの地に移ってきました。安泰寺は自給自足の寺。煮炊きに使う燃料は近くの山から集め、田畑を耕して暮らしています。こんにちは、ようこそいらっしゃいました。この寺を訪ねたのが元国立がんセンター総長の垣添忠夫さん。およそ半世紀、がん治療の最前線で戦ってきました。そんな垣添さんは2007年妻をがんで亡くしました。その時の苦しみってのは本当きつくてですね、それから、10日くらいでしょうかね、毎日毎日どん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 精神肉体的に最悪の状況になっていって、ちょうどもう一人の私が空から私を見てるような感じで、この男は完全にうつだな、うつ状態だなと思ってるような、そんな感じでずっと落ち込んでいったんですけど、死ねないから生きてるような、自死できないから生きてるような状態で、ひたすら強い酒を煽って、から妻 のセーターとか靴とか遺品を目にするとわーっと涙が出るという状態を3ヶ月くらい続けたんですね。体中の水分が抜けるくらい泣きました。でもあれが 極限まで悲しむということが、それから先にこう立ち直っていく、いわゆる反調というんでしょうか、ちょうど竹が雪で倒れている時に何かの弾みで重せが外れるとバサーッと立ち上がると、はい、うっとああいう感じで、うんと強く悲しみ抜くということが、はい、そのから先立ち直っていく上で非常に大きな意味を持つと、うん、グリーフケアという大体残された遺族の方がご存じないんですね、うん、で、うん、ひたすら、うん、ご自分でうつ状態になって、うん、あれ苦しみ抜いてると、うん、でもでもしそういう状況があって助けてくださいと手を挙げられれば、精神科の医師だとか、あるいは臨床心理士が手を伸ばす手はあるんですけども、そういう声が上がらなければなかなか介入のしようもないということで、そういう意味からすると一番その落ち込んだ遺族に対して声をかけやすいのが僧侶なんじゃないかなというのが私の考えなんですけどね、うんうん、はい、そうですね、葬式法要ばっかりじゃなくてそれ以外の活動をすることも大事ですが、今先生が指摘されるようにグリーフケアという役割があったはずですね。そうですね、たまにこの安泰寺のお寺にもそういう方に来られたことがありますし、夜遅い時に、人生相談の電話をいただいたりして、例えば自殺のことを考えているとか、結局私にできたことはもうその話を最後まで聞くこと。なるほど。で、私にもそういう思いがあったと、それを伝えることぐらいですね、うん、大事なことはまず聞くことだと思うんですね。そのいいアドバイス、賢いアドバイスを与えるのではなく、悲しむ人のその悲しみを最後まで聞いてあげることしかないんですね。ただその悲しむ人のためにこの薬を飲んだらよくなりますよとか、こういうアドバイスとかこういう本がありますよというよりも、もう最後まで聞くこと、ただ時間もエネルギーも必要ですね。そうですね、傾聴というのは非常に大切だと思いますね。おそらく多くの人はもうそれでだいぶ救われるんですね、はい、別に答えを求めているんではなく、自分の苦しみをシェアしてくれる人を探しているんですね、うん、聞いてくれる人を探しているんですね、はい、ネルケさんが禅と出会ったのも深い悲しみがきっかけでした。1968年、
当時の西ベルリンで生まれたネルケさん。7歳の時、医師だった母が乳がんを宣告されます。自分と妹2人を残して母は37歳でこの世を去りました。私の場合は母親がもう帰ってこないと言われ、でまあ実際に学校から帰るともう家にもう誰もいない。私はまあ悲しいというよりも割と早い時点で母親が亡くなったように父親もいずれは亡くなり自分も亡くなるんだろう、じゃあそもそも何のために生まれているんだろうかと、70、80までこうして生き延びたとしてもそれに何の意味があるんだろう、最初から生まれてこなくてもよかった、あるいはまあ極端な話ですけれども今自殺して死んだって同じじゃないの、どうせ死ぬんだったら、人は何のために生きているのか、答えを求めてネルケさんは相対性理論や素粒子論などの科学書、そして文学書を読みふけりました。転機が訪れたのは16歳の時、座禅サークルを主催していた高校の教師から座禅会に誘われます。禅への興味を抱いたネルケさんは22歳の時に来日、徹底した修行の場を求めてたどり着いたのが安泰寺でした。座禅してひょっとして生きる意味がわかるかもしれない、そういう思いでずっと座禅を続けたんですね。私は苦しい、この苦しみから解放されたいがために座禅をする、この悟りとか解脱とかそういう境地をつかみたい、何とかしてゲットしたいという、そういう気持ちで座っても座っても手に入れたいものはなかなか手に入らないんですね、はい、それを全ても手放す、もうどうにでもなれ、自分のまあ身と心を手放すと道元禅師も言うんですけれども、自分の全て一切を手放す、悟りたいとかあれが欲しいこれが欲しい、これも手放して、さらに言えばもうその時は自分の命をも手放してしまう、じゃあもうここでお墓に入ろうという気持ちになると、放てば手に見ている、でも今生きているんじゃないかと、今まさに生きていると、そしてそれが生まれて初めて奇跡に思えたというか、ありがたいことに思えたんですね。それまでは呪いのようにしか思えなかったんです。なんで親が私を産んだんだろうと、頼んでもいないのに、うん、今生きているんだと。仮に自分の全財産を手放して何も戻ってこなかったとしても、一番大事なのは呼吸じゃないですか。一番大事なものはもうある、ただそれには普段は気づかない、いつも握ってしまっているから別のもの、そうですね、こうですね、宝くじを買って当たるかもしれない、当たったとしてももう一番大事な宝物は自分がここにいるという、この世に生まれたのは一番でっかい宝くじなのに、それに気づかないのはもうもったいないんですね。3億円どころじゃないですよね。